久保さん。確かに死んでも商品売れますね <laughs>。死んでも商品売れますね。これどうしましょうか <laughs>。入金先。ね。ダウンロード販売しとけばね。あ、これ売れますね。すげえな。そうだ、売れますね。死んでも <laughs>。確かにね。すごいな。すごいですね。死んでも売れるっていう <laughs>。逆に死んだ方が売れるかもしれないですね。あ、これはちょっと新しい発見ですね。 死んでも商品売れるっていう。まあ、その代わりサポートはありませんみたいなね。そう。うん。まあ、あの、単純に、まあ、久保さんが言った通り、発信してるかどうかっていう、まあ、もちろんね、ポッと出て、まあ、プロモーションだけ出て売るっていう人も言ってます。でも、これも売れ、実際売れるんですよ。まあ、やり方がうまければね。うん。じゃビリーブートキャンプとか売れたじゃないですか。今、ビリーさん出てます 多分今ビリーさん僕知らないんですけど、でもビリーとブートキャンプって多分何十億売ったと思うんですけど、でもポッと出てね、でね、バ,バズってね、売れたじゃないですか。で、まあ、継続すると何がいいかっていうと、結局選ばれるんですよ。選ばれる人になるんですよ。ね。有名じゃなくても。ここがポイントです。有名じゃなくてもずっとやってると、そこに信頼、信用がつくので、だから、えー、選ばれるようになるんですよ。 だじゃあ、A と B のお店があったとします。こちらは100年、えー、同じ商品だったとしますよ。同じ商品だったとして、こっちの A の会社は100年、100年、創業から100年ですと。皆様のおかげで100年やってこれましたと。じゃあ、B はベンチャー企業。ね。まだ何も信用もクソもない。誰も知らない。認知度もない。じゃあ、この100年企業と B、同じ商品を扱った場合、どっちから買いたいですか どっちから買いたいですかじゃあ、トヨタから買うのか、ねよくわかんない、えー、メーカーから買うのか、どっちから買いたいですか多分トヨタですよね。なんでですかそれはずっともう、トヨタはも,もう100年は経ったのかなね実績信用信頼あるわけじゃないですか。続けてるんで。でもトヨタが倒産したらどうですかトヨタから買いますトヨタが倒産しましたトヨタから買いますか多分買わないですよね。 うん、だから続けるっていうことは、あの、うん、選ばれるようになるっていうことなんですよ。でもこの選ばれるようになるビジネスにおいて、選ばれる企業になる、選ばれる人になるっていうのが非常に難しいんですよ。でもその難しいことも続けてればねあ、いけるんですよ。で、こと、ことネットビジネス、ここ楽勝です。普通のリアルビジネスはきついですよ。だってもう100年企業あるわけですが孫正義さんなんか300年企業作る言うてんですよ。 他の企業さんだったら100年企業の会社、まあまあありますよ。ね探せばありますよね。創業から100年。だけど、情報ビジネス、この情報発信においては、もうほとんどいなくなります。これ間違いないです。だからそれを僕は知ってるんで、久保さんも知ってますよ。今までどんだけ出てきてどんだけ消えてたかっていう久保さんも知ってるんですよ。僕も知ってます。僕は久保さんの倍以上知ってます。もう何倍も知ってます。どんだけ見てきたか。 出ては消え、出てきは消え。だからこれね、僕が思うのは出続けてれば勝てると。もう勝賛ありですね。みんなが消えていくから。で、ポッと出ても消えてくじゃないですか。ポッと出ても消えてく。じゃあポットと出ても消えてく。じゃあポットと出た人から買うじゃないですか。で、消えていくじゃないですかあ。消えちゃった、いなくなっちゃった。で、僕ずっとやってるわけですよ。え、どっから買いますって話なんですね。誰から買います僕サポート60歳までしますからね。有言実行で生きてれば。 で、しかもそれ、それを口だけではなく、口だけではなく、実際にやってるじゃないですか。この億万長者合宿なんか、ね、合宿が終わってるのにも関わらず、もう2年やってるんですよ。これ、普通じゃないです。申し一ますね。商品売ったんです。億万長者合宿、もうやったんです。終わってます。終わっても2年経ってずっと続いてるんです。ありえないでしょ、こんなの。<laughs> 異常ですよね。異常事態、異常事態宣言です。いってらっしゃい。